フェリー赤市は、半球フェリーが運行していたフェリー。神田造船所で建造され、1972年11月20日に就航した。1991年3月19日、ニュー赤市の就航により引退した。1991年、キプロスのマーリンズに売却され、ダメ、M となり、クルーズフェリーに改造され、1994年、 パトラアンコーナ航路に就航した。1995年は、パトラエグメニッツア,アンコーナ航路で運航された。1996年からカトゥナブに要戦され、夏季に、ティノスジェノバ航路、チュニスマルセイユ航路で運航された。1999年12月、キプロスのサラミスラインに売却され、サラミズスターとなり、ピレウスリマソルハイファ航路で運航された。2002年から、 チュニジアのコマニブに要請され、マリケッシュエクスプレスとなり、チュニスジェノバ、チュニスセット航路に就航した。2008年、コマニブに売却された。2010年4月、ビエナイエンサーと改名して、ジェノバタンジェ航路、セットナドール航路で運航されたが、コマニブの倒産により継戦された。阪急フェリーフェリー長との同系船である。ありがとうございます。